勝1敗で迎えた決勝戦第3試合、桑原は試しの剣で戸黒兄を真っ二つに切った。だが体の全ての部分を自在に変形できる戸黒兄にダメージはなく、逆に自分の肉体で限界の死をむごたらしく見せるのだった。試しの剣を奪われ傷ついた桑原に戸黒兄が容赦なく襲いかかった。怒り爆発、桑原の反撃。そう、その調子でおとなしくしていろ。桑原、おっと、トグル兄選手、桑原選手の体を叩きつけた。お前らはこうでもしないと何をしでかすかわからないからな。くそ、桑原選手だ。カウントを取ります。もがいても無駄だ。お前は無様に地面にへばりついている方がお似合いだ。カズマ、たとえそこから立ち上がれたとしても俺は内臓も自由に動かせる。どうだ、攻撃のしようがあるまい。テンカウント負けを期待するなよ。お前の首をかっ切って殺すんだからな。安心しな、てめえは俺がぶちのめし必ずな。お、面白い。解剖前のカエルに等しい分際で笑わしてくれるな。あの世ではめいていろ。あれは さて、お話はこれくらいにしておこう。あれさえ取れりゃ。今度は何をするつもりか知らんが、もうタイムオーバーだ。はい、カズマ、死ねー今だっけ。天よ、何よ。しまった、解剖されんのてめえの方だ。来たまれ。うわ、姉ちゃん、カウンターどうした。桑原選手、カウントない。逆に、戸黒兄選手だ。ワン、カウントは必要ない。ちと油断したかな。だがな、桑原、お前はまたしても俺に致命的なダメージを与えられなかったぞ。くそ、これじゃ、いくら体を切ってもキリがない。なんてやつだい。手も足も出まい。俺の体がつながった時がお前の最後だ。こいつは本当に便利な道具だぜ。今の俺の気分とぴったりに変形してくれやがった。おっと、これはどうしたことでしょう。桑原選手の霊剣が妙な形に変形していきます。貴様何を。確かに弱点が分からなくちゃ攻撃のしようがねえ。だがな、お前の体を全部ぶっ潰したらどうなんだ。姉ちゃん、ボケっとすんな。ただいま、確認します。桑原選手の勝利です。勝間さん、よかった。
スナイス桑原、大丈夫か。一時はどうなるかって。なんで婆さんが死んだことを黙ってた。俺だけが蚊帳の外かよ。なんとか言えこら。婆さんが殺されたことを俺が知ったらビビって逃げ出すとでも思ったのか。恨めしい。桑原君、てめえは黙ってろ。俺たちも祐介から聞いたわけじゃない。なんとなく気づいたが、あえて聞かなかった。なんだと。玄海婆さんは俺の目の前で死んだ。婆さん、ゆうすけか。小閻魔に頼んで婆さんの代わりに助っ人として来てもらった。もう俺たちだけで戦うしかねえって腹をくくった。それでもまだ信じられないんで嘘みてでよ。もしかしたら突然ここに来んじゃねえかって今でも思えて、なんか死んだって言っちまったら、認めちまったら来ねえような気がして言えなかった。悪い。ち、恨めしい。勝てよ。ああ。ウラメシ選手の対決を前に、まさに嵐の前の静けさ。トグロ、私が行く。なんだ、ありゃ左京だぜ。なんで左京が。なのさ、まさかユウスケと戦うつもりじゃないでしょうね。審判マイクを。はい。第4試合を始める前に賭けをしたい。賭けだと。どういうこと。私は当然だが、トグロが勝つ方に賭ける。そして賭けるものは私の命だ。自分の命をかけるだ。なるほどな。この試合を事実上の優勝決定戦にするわけか。つまりこの試合で勝った方に5試合目の分も含めて2勝を与えるということだ。それだけの価値がこのトグロと恨めし祐介の戦いにはある。私は大将の位置にはあるが、観客を満足させるだけの武力は持ち合わせていない。
その代わりこの命をトグロの勝利にかけることをこの場で宣言する。もちろんそちらの大将と大会本部がイエスといえばの話だが。冗談じゃねえぜ。誰がそんなことに命かけるかよ。いや、よかろう。え？わしの命を浦飯祐介の勝ちにかけよう。もともとお前を巻き込んだのはわしだからな。少しはカッコつけさせろ。だけどお前。それより気になるのは左京という男。あやつの目は自分の命を何度もドブにさらしてきた人間の目だ。保身を考えない人間の抱く野望、それは他人は愚か自分自身をも巻き込む巨大な破壊行為をなす。そうだと大体相場は決まっとる。その破壊行為を止められる人間はユウスケ、お前しかいない。話がついたみたいね。あとは本部がどう判断するかだね。お静かに願います。選手の申し出に対し本部運営委員会議を行いますので、ただいまより10分間の休憩といたします。何言ってる。休憩なんていらねえぞ。奴らの言う通りにさせろ。じらすんじゃねえよ。ねえ、どうしよっか。なんだか面白くなってきたわね。今のうちにおトイレ行ってくるわ。ちょっと、しずるさん。運営委員を全て殺したはずですが。演出さ、この方が盛り上がるだろう。とうとうここまで来たか。思えば長い道のりだった。そう、俺の両親はごく平凡な人間だった。普通と言われる家庭に生まれ、5人の兄弟がいた。理想的な家族だったと思うよ、客観的に見てもね。俺の兄弟は皆公務員をやってるはずだ。俺だけがこうなった。結局腐っていたのは俺のここだ。誰のせいでもない、俺自身の脳みそさ。チア臓物を見るのが好きでね。カエル、魚から犬や猫を次々に解剖した。その対象が人間になるまで3年とかからなかったが、すぐに飽きた。そんな俺が今でも熱くなるのがギャンブルさ。開けてもくれてもギャンブルだけに生き、結果闇の世界でのし上がった。過去に命をチップ代わりに勝負をしたのは4回だけだ。少ないだろう。他にも何度かあったが、俺が本気だと分かるとみんなやめちまうのさ。勝負を受けたのは俺と同じ脳みその腐った連中さ。なぜそんな話を。なぜかな。俺は今まで
命を懸けて負けたことはない当然だがな。だから今回も必ず勝つ。そうだろ。全幅の信頼を寄せていただきありがとうございますと言いたいところだが、俺は誰のためでもない。俺自身のために戦う。やつもきっとそうです。分かっている。判定が出ました。両者の意向を認めます。この試合で勝った方に2勝を与え、同時にそのチームを優勝とします。準備はいいですか？それでは。この声は。何でしょうこの笑い声は。今度の相手は貴様か、恨めしいユウスケ。あの野郎、まだ生きてやがったのか。さすがにさっきのは聞いたぜ。つなぎ合わせるのに時間を食っちまった。これは驚きです。桑原選手に粉々にされたはずの戸黒兄選手が復活してきました。これでてめえらの負けは確実だぜ。恨めし、てめえは弟には勝てねえ。あの限界さえ負けたんだ。限界でさえな。やっそー。弟と決着をつける瞬間、限界は確かに若返った。つまり力を出し尽くしても勝てなかったのさ。てめえよりも何倍も強かったのにな。若い頃の限界はそりゃいい女だったぜ。何度俺の女にしてやろうと思ったかわからねえ。それも薄汚く老いぼれてくたばっちまえばおしまいよ。恨めしよ、てめえも見たろ、限界の最後をよ。もうすぐ全員同じところへ送ってやるぜ。やろう。やめときなさい。止めるな、クラマー。場違いのクズはすぐ消える。何？壇上の二人がそう言ってる。え？さあ弟よ、俺を武器として使え。何がいい？剣か槍か。我ら兄弟が一つになれば向かうところに敵はない。どけ。なんだと。邪魔だ、兄者。貴様！共に武道のために魂を売ったこの兄よ、許さんぞ！関係ない。俺は品性まで売った覚えはない。誰にも邪魔はさせん。いいか、恨めし、一対一だ。ああ、ついに対決の時が来た。暗黒武術界優勝決定戦。今まさに戸黒対雄介の熾烈な戦いが始まる。俺は這い上がってきたぜ。
お前を倒すために、いや、ばあさんの命をかけたこの思いをお前に見せるために、俺の中の全ての力よ、燃え上がってくれ。これが最後の勝負だ。行くぜ、トグロ。次回、宿命の対決、嵐の大将戦開始。伊達にあの矢見てねえぜ。割れた鏡の中、映る君の姿、泣いている泣いている、細い月をなぞる指、誰を呼んでいるの、消えた恋の背中、何度でも何度でも君の窓を叩くから。